今年で3回目の開催を迎える立川市小学生児童会サミット、これは市内各小学校の児童代表児童による交流や討議を通して児童の自立を図り、さらには立川市民としての資質・能力の育成につなげていこうと、立川市教育委員会が平成28年より毎年実施しているものです。児童会サミットは子どもたちが運営を行うのも特徴の一つ、司会進行は中学生です。はじめに東京2020大会へ向けた各学校の取り組みにおける成果と課題について報告会が実施されました。続いて SNS 等の使用についてや、児童たちが考える10年後の立川市についてをテーマに、各学校の児童が入り混じってのグループ協議が行われました。中学生による各グループへのサポートや助言が加わり、総勢50人の参加児童による活気ある協議となりました。話し合った内容はまとめられ、代表児童が発表、会場で見守る保護者や学校関係者も感心した面持ちで聞き入っていました。他校の状況を知り、さまざまな問題点に対する解決策を見出すなど、児童たちはこのサミットで多くのものを得た様子でした。代表委員に入れてよかったって思ったし、改めて今の立川市の現状などを知れてよかったです。いい機会になりました。今まで考えたことない議題に対して、知らない人たちと関わり合って、考えを深めていくっていうことがとても楽しかったです。子どもたちはですね、地域のことを知って関わってそれで貢献するって、そういう体験的な学習をしています。ぜひ子どもたちをですね、いろんな地域の場面場面で子どもたちが出ていくと思いますので、応援していただければというふうに思っています。よろしくお願いいたします。